古市の松原は、富山県富山市の岩瀬から、浜黒崎に及ぶ、松並木のことであり、本校においては、富山県の天然記念物に指定されている、浜黒崎の松並木についても解説する。旧上新井川郡東岩瀬町より、旧上新井川郡浜黒崎村横越に及ぶ、富山湾沿いの海浜に面する総計約役に入りの古市の、松原は、慶長6年課が藩主。 前田と品川が、その食事を命じ、2016年現在と山県の天然記念物に指定されている、浜黒崎の松並木を合わせた松原の総称であって、1934年に、当時の帝国美術院長、正木直彦が、地元の依頼に応じて命名したものである。1939年に、史跡名称天然記念物、1965年には、 富山県天然記念物に指定され、1999年には、北日本新聞社が21世紀へ残したい、富山百選に、これを選び、また、古志の松原より眺望する立山連峰の雄大なる、美しさを称えて、富山県商工会議所は、一帯の海岸を、立山青ぐ、特等席の一つとしている。加えて、社団法人日本の松の緑を守る会による日本の、 白車聖書0百戦にも選ばれた。別名を腰中舞子と称し、その海岸の姿はスマーカシに必須べきものと言われている。沿外被差防止の観点から高度公益機能森林にも指定されている。1975年撮影の腰の松原周辺の空中写真。画像左は人頭川加工。画像右は上岸寺川加工である。 1975年撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。明治42年当時の古市の松原、富山県写真庁より引用。昭和年間の古市の松原、富山県の産業と港湾より、大正年間撮影の値上がり末 史跡名城天然記念物調査報告第35号より引用。ありがとうございます。